君は、東方か革命、という言葉を聞いたことがあるかね。ないね、ただの一度も。これはハーバード大学などで客員教授を務めたこともあるボルター・ブルケルトが提唱した意見で、古代ギリシア文明は東方の、いわゆる古代オリエント文明の影響を受けて成立したとする説だ。そうなのかね。この意見は西洋の人々には衝撃的だったようだ。欧米の人間は古代ギリシア文明こそが自分たちの文明の源流と信じてやまない。民主主義などはその最たる例だと言える。欧米の国々の民主主義の源流をたどれば古代アテネに行き着くもんね。一方西洋史観は東方を敵対視し、まるで違う文明だと考えていた。これは古代ギリシア人たちが自分たちをヘレネストし、他の民族をバルバロイと蔑んだことの影響もあるだろう。古代ギリシア史では古代ペルシア帝国は常に悪役だもんね。だがその古代ギリシア文明が古代オリエントの影響を強く受けていた。これは西洋の史観を大きく変える考えだったと言える。今まで蔑んできた古代オリエント文明が実は自分たちの文明の源流である可能性が出てきたわけだね。ブルケルトの意見を支持できるような要素はたくさんある。特に古代ギリシアの土器には東方化様式と呼ばれる特徴が見出されるそうだ。土器は考古学的に重要だね。日本史で考えた時、縄文時代、弥生時代、と土器の様式がそのまま時代区分となっているしな。土器以外にも様々な面で古代ギリシア文明が古代オリエント文明の影響を受けている分野が存在している。最たる例は、ギリシア文字、であろう。ギリシア文字はフェニキア人が使っていたフェニキア文字を元に作られたんだったね。古代ギリシア人はもともとは千文字 B と呼ばれる文字を使っていたとみられる。これは主にミケーネ文明の遺跡で発見される文字で、クレタ文明で使われていた千文字 A を元に作られたとみられている。千文字 A は未だに解読できていないのだったね。千文字 B も発見から解読まで50年以上の時を要した。1900年に発見された千文字 B は、1953年にイギリス人ベントリスが解読し、古代ギリシア語であることが分かった。ちょっとよくわからない？ベントリスはある仮説を立てたんだ。彼は当初千文字 B は古代エトルリア語ではないかと考えた。エトルリアはローマのライバルだった国だね。だがうまくいかず、試行錯誤していくうちにベントリスは千文字 B は古代ギリシア語なのではないかと考えるようになる。そしてその通りだったわけだね。これは歴史的発見、だった。そしてこの発見の裏には大きな謎が残された。なぜ古代ギリシア人たちは千文字 B を使わなくなったのか。なぜなんだい？結論から言えばこの謎は2024年現在でも解けていない。だが古代ギリシア人はいつからか千文字 B を使わなくなり、フェニキア文字を元にギリシア文字を作り出した。そして長い間千文字 B は存在そのものを忘れ去られたわけだね。古代ローマ文明の担い手であるラテン人はギリシア文字を元にラテン文字を作り出した。そして西洋人たちはラテン文字を元に現在のアルファベットを作り出したわけだ。大元をたどればフェニキア文字に行き着くわけだね。そして古代オリエントが古代ギリシアに与えた影響は土器や文字だけではない。神話にも大きな影響を与えた痕跡があるのだ。それが今回の主題である洪水伝説、かい？実はギリシア神話にも洪水伝説がある。そしてそれは古代オリエントに伝わる洪水伝説に似ているのだ。というわけで今回は各地に残る洪水伝説について語るぜ。聞くぜ。最初に紹介するのは世界で最も有名な洪水伝説、ノアの箱舟、だ。旧約聖書創世記に出てくる話だね。アダムとイブが楽園を追放されてから遥かな時が経ち、地上には人が増え始めた。だがそれと同時に地上には悪も増えた。唯一神はそれを見て人を作り出したことを後悔した。人の悪意にはそこがないからねー。そこで唯一神は人を地上から消し去ろうと決意した。だがノアは正しい人であったので、唯一神はノアに箱舟を作るよう言った。正しい人とは？ノアは神と共に歩んだ、と旧約聖書には書いてある。唯一神は人の世が暴落に満ちているため地と共に大洪水を起こして滅ぼそうとしている旨をノアに伝え、箱舟の細かい仕様を伝えた。そして唯一神はノアと契約を結び、
ノアに家族と共に箱舟に入るよう伝える。西洋文明が契約を重視する文化はこの辺りに由来があるんだよね。西洋文明とは聖書に根本を置く文化のことだからな。神の存在が前提となっている制度は多い。唯一神はノアに対し、すべての生き物の中からそれぞれ私有一対を箱舟に入れるよう命じた。ノアはすべて唯一神に命じられた通りにする。箱舟を作ってあらゆる生き物を入れたわけだね。そして唯一神は大洪水を起こした。旧約聖書によれば、その日、巨大な水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたのだという。そして大雨が降り、それは四十四日間地に降り注いだという。誰も生き延びられなさそうだ。水はみなぎり、地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々も覆われてしまった。そして地の上を動いていたすべての生き物は死に絶えた。神に選ばれたのはと箱舟に乗った生き物以外は、だね。やがて水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。ノアの箱舟はあららと山の上にとどまる。船が山の上にとどまるのだね。ノアは箱舟の窓を開け、カラスを放った。カラスは水が木から乾ききるまで出たり戻ったりを繰り返す。ノアは鳩を放った。鳩は足を休める場所が見当たらなかったため、箱舟にいるノアの元に戻った。地上は水で溢れていたわけだね。それから7日が経ち、ノアは再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になりノアの元に戻ってきた。そしてその時鳩はオリーブの若葉を加えていた。オリーブ？大洪水を生き延びたのかい？若葉なので洪水後に生えてきたのか、それはよくわからない。いずれにせよノアは鳩がオリーブの若葉を加えていたのを見て水が木から引いたのを知った。オリーブは7日で生えてくるのかい？正直オリーブのことはよくわからない。もっとオリーブに関心を持つんだ。ノアはさらに7日待ち、再び鳩を放った。そしてその鳩が戻ってくることはなかった。やがて唯一神はノアに箱舟から出るように告げた。神様はノアには随分優しいんだね。ノアは唯一神の言う通り妻や息子たちと共に箱舟から出た。すべての生き物も箱舟から出た。ノアは唯一神のために祭壇を築き、祭壇の上で生贄を捧げたのである。生贄に捧げられた種はどうなったんだい？絶滅したのかい？唯一神はその後ノアと契約を立てた。曰く大洪水が地を滅ぼすことはないと。以上が旧約聖書における洪水伝説だ。めでたしめでたしだね。この話がいつ頃から伝わっているのかはわからない。創世記はトーラーに含まれ、モーセが表したとされる。トーラーってなんだっけ？日本語では立法と訳され、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の5つを指し、モーセ五書とも呼ばれる。旧約聖書は複数の書物からなる書物だったね。モーセが創世記を表したのか、モーセは実在したのか、実在したとしていつ頃の人物なのか、これらは遥か古代から現在に至るまで激しい議論が続くところである。結論は出ていないということだね。続いてシュメール神話における洪水伝説について見ていこう。見ていこう。シュメールの洪水伝説に触れる前に、シュメールの創造神話について触れておこう。シュメール神話は海の女神ナンムから始まる。シュメール神話の世界には多くの神々がおり、皆女神ナンムから生まれたとされる。多神教だね。創造神とも言われるエンキもまたナンムの子供だった。シュメール神話の世界において、人々はエンキが創造したのだ。そしてある時エンキは人間の王であるジウスブラに対し、あるお告げを行う。お告げですか？曰く洪水によって都市が一掃され、人間を滅ぼすことが神々の会議で決まったと。延期が滅ぼすわけではないのだね。残念ながらシュメール神話における洪水伝説は全体の3割弱ほどしか残っておらず、その全体像を知ることはできない。どうやら洪水に関しては神々が人を滅ぼすために決定し、アントエンリルという神の名にかけて誓われたということしかわかっていない。シュメールにはいろいろな神様がいるのだね。アンもまたナンムが生み出した神で、天空神としての特性を有しており、シュメールにおける最高神である。
一方のエンリル神はそのアント・ジゴ神器から生まれた存在であるとされる。シュメールの最高神とその息子が人類を滅ぼすことに決めたのだね。シュメール神話において人間を作り出したのは延期であった。延期が人間を創造したのは神々の老苦を取り除くためである。どういうことだい？シュメール神話の世界では神々も食物を得るのが大変だったようだ。そこで神々の仕事を代行してくれる存在を作ったというわけだ。シュメールの神々は労働していたわけだね。シュメール神話の世界では人は粘土から作られた。あれ？旧約聖書でもそうじゃなかったっけ？旧約聖書創世記によれば、人は地の塵から作られたという。粘土と地の塵は違うのかい？水分を含んでいるかどうかが違いそうだな。話を洪水伝説に戻すと、延期から洪水の話を聞いたジウスブラは巨大な船を作った。あれ？ノアの箱舟の話に似ているね。やがて凄まじい嵐がやってきて、地王大洪水が起こった。船は大洪水を生き延び、やがて太陽が昇り地上は光に溢れた。ジウスブラは巨大な船の窓を開け、水が引いた後に神々に犠牲を捧げる。以上がシュメール神話に伝わる洪水伝説だが、先ほども触れたようにその内容の大半はわからない。でもノアの箱舟の話に非常によく似ているね。この流れでギルガメシュ叙事詩における洪水伝説について見ていこう。ギルガメシュ叙事詩ってなんだっけ？ウルクの王ギルガメシュを主人公とした叙事詩だ。ウルクはシュメール人が作った都市の名で、大元はシュメール語で語られていたのだが、広くオリエントに伝わり、それぞれの言葉に翻訳されて残ったのだ。じゃあシュメール神話と違って大体の内容が残っているのだね。ギルガメシュは不死の人であるウトピシテムに会いに行く。そして彼は洪水伝説について語り始めるのだった。その内容によれば、神々は大洪水を計画し、エア神がそれをウトナピシテムに教えたのだという。エア神？延期の悪化度を読みのようだな。ウトナピシテムはエアより巨大な船を作るように命じられ、船が完成すると家族や動物たちを乗り込ませた。さらにノアの箱舟に近づいた。そして嵐がやってきて大雨が降り、地上は大洪水に飲まれた。やがて船はニムシュの山頂に漂着し、ウトナピシテムは鳩やカラスなどの鳥を放つ。その後ウトナピシテムは神々に犠牲を捧げるのであった。そっくりというよりももうそのままだね。1872年、ギルガメシュ叙事詩における洪水伝説が発表され、西洋世界は衝撃を受けた。その内容が旧約聖書創世記の洪水伝説と非常に似ていたからだ。こうなるとどちらが古いのかが問題になってくるね。19世紀の西洋世界において、旧約聖書は世界最古の本とされていた。だがギルガメシュ叙事詩の方が古くから存在していた可能性があるのだ。つまり旧約聖書の創世記はギルガメシュ叙事詩から洪水伝説を流用した可能性があるということかい？歴史学会はともかく神学会はその可能性すら受け入れられなかったようだな。まあこの動画は神学の動画ではないので神学の領域の話には触れないが、歴史の分野においては、旧約聖書創世記は紀元前6世紀に成立したのではないかという説もある。紀元前6世紀といえばバビロン捕囚とバビロン捕囚からの解放があった世紀だね。旧約聖書はバビロン捕囚期に成立したのではないかという考えがある。そしてバビロン捕囚中にギルガメシュ叙事詩などの洪水伝説を取り入れたのではないかと考える者もいるわけだ。シュメール人の本拠地もまたバビロンのあるメソポタミアだったね。なおメソポタミアには悪化度5で書かれたアトラハシースの洪水伝説も残されている。この話によれば、労働を肩代わりさせるために創造された人類が増えすぎてしまい、エンリルはその滅亡を画策するようになる。やっぱり人類を滅ぼそうとするのはエンリルなんだね。エンリルは干ばつを起こし疫病を流行らせたが、人類を滅ぼすには至らなかった。さらりと恐ろしいことをするねー。そこでエンリルが考え出したのが大洪水だった。だがエア神こと延期はアトラハシースに洪水のことを知らせ、彼は建造した船に家族や動物を乗せたので、大洪水を生き延びることができた。これまでのシュメール神話とほぼ同じだね。ジウスブラ、ウトナピシテム、アトラハシースと名前は変わっているが、一
本的にメソポタミアに伝わる洪水伝説は同一のものと見ていいだろう。そしてノアの箱舟とも非常に似ているね。ここで今回の主題とも言える古代ギリシアにおける洪水伝説について見てみよう。そして古代ギリシアにおける洪水伝説について話す前に、プロメテウスとパンドラについて触れる必要があるだろう。ほう、そうなのかね。まずはファイアブリンガーことプロメテウスについて。プロメテウスはゼウスと敵対するティターン神族の一角だったが、ティタノマキアの際ゼウスに味方をしたことから大戦の後も生き延びていた。詳しくは、ティタノマキアを見てね。ギリシア神話には様々なバージョンがあるのだが、プロメテウスが土に水を加え、神々に似せて人を作ったとする話もある。塩基と同じじゃないか。このバージョンはむしろかなり後の時代に作られたようで、聖書の影響が強い。ある時人類と神々の間で対立が起きた。問題の発端は犠牲獣の分配について。ここでも神々に犠牲を捧げる話が出てくるのだね。ティターン神族であるプロメテウスがこの調停役となった。プロメテウスは牛の肉を牛の胃で包んだものと、牛の骨を牛の油で包んだものを置き、神々と人類に選ばせた。前者は一見美味しくなさそうだが中身は美味しく、後者は一見美味しそうだが中身は美味しくない。どっちを選んだんだい？ゼウスは油身に包まれた骨を選んだ。そして中身が骨であることに立腹し、人類から火を取り上げてしまう。なおバージョンによってはゼウスはプロメテウスの意図を見抜いており、火を人類から取り上げるため選んだとされる。火は争いの原因だからかい？ギリシア神話には聖書のような統一的な聖典はなく、同じ題材でも各地方で微妙に内容が違ったりしたんだ。いずれのパターンでもプロメテウスは天界から火を盗んで人々に渡す。そしてゼウスの激しい怒りを買うのだ。最高神ゼウスの怒り。ゼウスはプロメテウスをコーカサス山脈に貼り付けにし、毎日巨大なワシに内臓をついばませた。プロメテウスも神であるためどれだけ痛めつけられても回復する。プロメテウスは延々苦しみ続けるわけか。なおこの話を描いたのが、ギリシアを代表する悲劇作家アイスキュロスの縛られたプロメテウス、だ。詳しくは、縛られたプロメテウス、を見てね。続いてパンドラの話をしよう。ギリシア神話では最初に男が作られたが、女性はしばらく後に作られたとされる。その最初の女性がパンドラだ。旧約聖書の創世記でも最初に作られたのは男のアダムだったね。パンドラはゼウスが作り上げ、人間界に派遣した。その際壺を持たせている。壺？壺は遥か恒星、具体的にはエラスムスによって箱とされ、現在ではパンドラの箱、として伝わっている。エラスムスは宗教改革の時代を生きた人物だったね。ゼウスから何かを贈られても受け取ってはならない。プロメテウスは弟のエピメテウスにそのように言い聞かせていた。だがエピメテウスはパンドラの美しさに魅了され、家に招き入れてしまう。待て、これはゼウスの罠だ。やがてエピメテウスと結婚したパンドラは退屈してしまった。パンドラに魅了されたエピメテウスが何でもやってくれたのだ。それは退屈だ。パンドラは退屈しのぎに壺を開けた。すると中からあらゆる災いの原因が出てきた。妬み、曽根み、憎しみ、老苦、疫病、悲しみ、飢え。こうやって見るとパンドラのエピソードはイブが知恵の木の実を食べてしまったエピソードに似ているね。だがまるで違う点もある。壺の中からはあらゆる災いの原因が飛び出したが、そこには光る何かが残されていた。光る何かとは何かね。その光は自らを交渉した。エルキス、と。エルキスは日本語では通常、希望、と訳される。最後に残されたのが希望だというわけだね。エルキスは言った。私は小さくて弱いけれど、私を信じ続ける限りあらゆる災いを退ける力になると。詳しくは、パンドラの壺、を見てね。前置きが長くなったがここからは古代ギリシアの洪水伝説について語ろう。プロメテウスやパンドラの話が洪水伝説と何か関係があるのかい？洪水伝説の主役とも言えるデウカリオンはプロメテウスの子供で、その妻であるピュラはエピメテウスとパンドラの娘なんだ。つまり古代ギリシアの洪水伝説はプロメテウスやパンドラの話の続きであるということなんだね。
ゼウスはある時人間を滅ぼそうと考えた。突然だね。人々が神々への信心を失ったからだとも言われるな。だがあらかじめこのことを予見していた者がいる。誰だい？プロメテウスだ。プロメテウスは息子のデウカリオンに巨大な箱舟を作るように忠告していた。ここでも箱舟が出てくるのだね。デウカリオンはピュラと共に箱舟に乗り込み、ゼウスが起こした大洪水を生き延びることができた。デウカリオンの作った箱舟は山頂に漂着し、外に出てみると行ける者はいなかったという。シュメール神話やノアの箱舟とほぼ同じじゃないか。デウカリオンはゼウスに犠牲獣を捧げ、ゼウスは望みを叶えてやろうと言った。デウカリオンは地上に再び人を溢れさせてほしいと頼む。このあたりはこれまでの物語と違うね。母の骨を肩越しに投げよ。ゼウスはデウカリオンにそう伝えた。母の骨？デウカリオンは母とは大地のことであると考え、大地から石を取って投げた。すると石は男性になった。ピュラも同じように石を投げると、石は女性になったのである。石が人になったのかい？これにて古代ギリシアにおける洪水伝説は終わりだが、この先の話も少ししよう。デウカリオンとピュラの間には男の子が生まれた。その男の子の名はヘレインという。ヘレインってもしかしてあのヘレインかい？現在我々がギリシア共和国と呼んでいる国の正式名称はヘレニックリパブリック。古代ギリシア人たちは自らをヘレインの子孫という意味のヘレネスと称した。どうしてそうなったか解説したまえよ。古代ギリシアには大きく分けてエオニア人、ドーリア人、アイオリス人がいたという。代表的なところだとアテネがエオニア人、スパルタがドーリア人、テーベがアイオリス人のポリスだね。ドーリア人のソドーロスとアイオリス人のソアイオロスはヘレインの子。そしてエオニア人のソであるエオンはヘレインの孫とされる。つまり古代ギリシア人は基本的にヘレインの孫であるわけだ。ということはプロメテウスやパンドラの子孫でもあるというわけだね。プロメテウスから洪水伝説までの物語は、いわば古代ギリシアの建国神話であり、創世神話であると言える。そしてこれまで見てきてわかるように、旧約聖書創世記、ギルガメシュ叙事詩、ギリシア神話には非常によく似た洪水伝説がある。ヘブライ人、シュメール人、古代ギリシア人が非常によく似た神話を持っているわけだね。果たしてこれらの洪水伝説が一箇所から伝播したのかどうかは昔から議論が尽きない。各地で同じような原因から並行発生したという説もある。そんなことがあり得るのかい？そこで今回は別の地域における洪水伝説も見てみよう。東洋には洪水型ケイマイシソ神話と呼ばれる神話の型が存在している。その代表的な例がフクギとジョカの話だろう。フクギとジョカって誰だっけ？古代中国の神々で、それぞれ三公の一角とされる場合もある。三公五帝の三公だね。春秋の五派もそうだが、三公五帝にも複数の候補がいる。フクギとジョカはケイマイであり、大洪水の際に瓢箪に乗って生き延びたという伝説がある。その後ジョカが泥から人間を作ったとも言われる。あれ？旧約聖書の話やシュメール神話の話に類似しているね。類似の神話はいわゆる極東と呼ばれる地域に散見されるようだ。一方インドにも洪水伝説が存在する。インドにもかい？ヒンドゥー教の神であるビシュヌが魚の姿でマヌに洪水の到来を警告した話が存在している。マヌが船を作ると魚がそれを山まで牽引したという。そして洪水が起こると全てを押し流してしまった。神の警告で洪水から生き延びたという点ではシュメール神話などと似ているね。マヌは地上で唯一の人類となってしまうが、水の中から女性が現れた。そしてマヌと女性は人類の祖になったのだという。洪水伝説と人類誕生の話が一続きの物語になっているのだね。これらの洪水伝説同士は果たしてどのような関係にあったのか。先ほども触れた通り同一起源説と並行発生説に二分される。そして後者の立場を取るものでも、旧約聖書創世記とシュメール神話の洪水伝説は同系列と考えるものは多い。古代ギリシアの洪水伝説は？シュメール神話に由来し、東方化の流れの中で取り入れられたと考えるのが自然だろうな。西洋文明は長い間古代ギリシア文明を忘れていた。
ラガルネサンスにて古代ギリシア文明は西洋にて文字通り復活した。ルネサンスには再生という意味があったのだったね。近代市民革命にて民主主義が基本となると古代ギリシアは偉大なる西洋文明の源流であると考えられるようになり、古代ギリシア人たちは何もない状態から奇跡的に文明を作り上げたと信じられてきた。でもそうじゃなかったわけだね。20世紀の半ば以降、古代ギリシア文明は古代オリエント文明の多大なる影響を受けてきたことが受け入れられるようになったからな。洪水伝説もその一環というわけだね。洪水伝説は二重の意味で西洋文明の源流が古代オリエント文明にあったことを示している。一つは古代ギリシア文明、もう一つは聖書だ。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。